かつて神から特別な力を授かり、救世主と呼ばれた男がいました。彼の名はアーデン・ルシス・チェラム。ルシス王国初代の王になるはずでした。警備隊の隊員が行方不明となっていることが分かりました。行方不明となっているのはマルス・サピエンティアさん、28歳男性。同僚と所定の時刻に配置に着いたとのことですが、その後姿が見えず、現在も捜索が続いています。マルス・サピエンティアさんは大柄な男性で、外見上目立った特徴はないとのことですが、制服のまま行方が分からなくなっており、オート警察では広く情報を求めています。王国広報局よりお知らせです。本日はルシス王国の建国記念日です。初代王ソムヌス像の展示や記念パレードなどの催し物が中央通りを中心としたオート城周辺エリアで開催されます。皆様お誘い合わせの上どうぞお越しください。以上、王国広報局よりお知らせでした。行かなくていいのかい？お天気です。あんた警備隊員だろ？本日のオートは晴れて青空が広がり、穏やかな一日となるでしょう。これから別の仕事でね。国境付近の一部では夕方から夜にかけてやや荒れ模様となる。以上、ニュースと天気を。
これがソムニスが作った街。俺を殺してまで作りたかった国がこれか。塀の外では戦争をしてるってのに、のんきなもんだ。自分が安全なら送った。さあ始めようか。あ、あ、あれ。神様って、アーデン。本当にそんなことあるの？本当さ、誰にでも間違いはあるんだね。ねえ。疲れているようだけど大丈夫？心配ない。俺は神から授かったこの力で、一人でも多くの人を救いたい。神のご意志に報いたいんだ。神はきっと見ていてくださる。信じて成し遂げて。大丈夫。あなたには私がついてる。とにかく今のあなたに必要なのは2つ。1つは休息。もう1つは私よ。Thank you.
生きている。古文書の通りだ。誰だ。運べ。異常なし。了解。現在対象を移送中。予定通り医療班の準備を開始する。そちらの状況はどうか。問題ない。特に異常な、手段は問わん。あれをこの島から出してはならん。やめろ、やめろ。俺に構うな。
願いした。素晴らしい、なんという力だ。エイラ、ソムヌス。許せ兄上、一つの国に王はただ一人。エイラ、エイラ、アーデン様、バーサタイル閣下がお呼びです。そろそろ行くか。動きづらいな、この服。楽しくない眺めだ。まあ座ってくれ。うん？食べないのか？少しは慣れたかな？いや、かなり長い間眠っていたんだ。仕方あるまい。食事でもしながら話をしよう。俺の体を調べて何か分かったか？私が調査している死骸とも全く違う。さすがはルシスの禁忌。死骸の力を持った人間を初めて見たが、本当に素晴らしい。
体を死骸に侵されながら死骸を力として生きている。細胞自体が自己再生するだけではなく、他の生物を侵食し死骸化することもできる。まさに化け物。いや、人を超えた存在だ。さらなる協力をお願いしたい。ここに来てどれくらい経った？200と4日、7ヶ月といったところだ。ルシスはおよそ2000年もの間そなたを牢に閉じ込めていた。時間の感覚がおかしくなるのも無理はない。さぞルシスを恨んでいるだろう。放っておいてくれ。貴様の目的は何だ？なぜ俺に力を貸す？そなたは自分が神に選ばれたと言っていたが、神に近い、いやむしろ神と言える存在だ。我々はそなたの力を必要としている。その力をもってすればルシスとの戦争を終結させることができる。ルシスの滅亡、それはそなたも望んでいるはず。もう終わったことだ。仇がもう死んでいるとしてもルシスの血は絶えておらん。そなたの怒りも収まっていないのでは？貴様には関係ない。来てくれ。私の研究成果だ。ほんの一部だがね。そなたが羨ましい。世界の断りを介するのに人の一生は短すぎる。好きに見て回るといい。足元に気をつけてくれ。しかし死骸化は黒色粒子。この模型は死骸は光によ。死骸は光を苦手としており、その行動は夜またはアウソに限られる。しかしアダギウムは違う。死骸でありながら日の光の下での活動が可能だ。おそらくは他の死骸同様に光によるダメージを受けていながら、それを上回る再生能力を有しているものと思われる。これは日の光と同じ。肌をなるべく隠すか。アダギウム、ルシスの者が人を殺そうにも恐れをなした神の座。私は2000来る者、詳しい想像。私は、はあ、なんと素晴らしい。そなたの記録は古い書物にわずかに残るだけだった。私もこの目で見るまで信じられなかったよ。そなたのおかげで全て順調だ。さあどうぞ。
さながら神の視点で見たこの世界の形、帝国領土を再現した模型だ。一部領土となる予定地も含むがね、好きに見るといい。見せたいものがある。ついてきてくれ。ラバティオ火山で面白いものを見つけてね。この実験が成功すれば、そなたが求めている情報が手に入るかもしれない。こちらへ。神イフリート、神を運んだというのか。神話通り深く眠っていたので氷漬けにしてね。あれを死骸にできるかな。神を死骸に。死骸にすれば人が到底知り得ぬ真理に触れることができるはず。2000年前の神の記憶を知ることができ、従えることができれば強力な武器にもなる。そなたにとってもそんな話ではない。この実験は復讐の第一歩となるであろう。貴様に何がわかる。他に良い選択肢があるとも思えないが、期待している。魔導研究の成果をご覧に入れよう。こちらへ。かつてこの地にはソルハイム、魔導を使う機械文明が栄えていた。神の逆鱗に触れなければ今なお栄華を極めていただろう。そいつを再興したいのか。超えたいんだ。そなたはその力を私に与えてくれている。魔導と死骸、この二つが我々の未来を切り開くのだ。己ルシスめ。組隊アダギウム発見。攻撃を任務隊に合流要請。戦闘終了まで通信封鎖。俺を殺しに来たのか。可能ならね。
てしまう。ごめんなさい。私は神の意志に背いて、誰が選ばれたかをソムヌスに話してしまった。まさかあなたを殺そうとするなんて。そうか、皆を騙して。ソムヌスは王に、ソムヌスの嘘が君を殺した。違う、聞いた。あなたの未来を壊してしまった。これは私の罪。罪を犯した者は罰を受ける運命。君に罪などない。神よ、お答えください。我らになぜこのような運命を。レイラ、ダメだ、ダメだ、レイラ。使命を果たしてアーデン、神の皆において私に罰を。殺して。そうだ、殺せ。化け物は楽にしてやれ。俺がそうしたいよ。
また守れなかったな。所詮化け物に人は救えはしない。お前が作ったものを全て消し去ってやる。神よ、もはやあなたの許しを請うつもりはない。俺は俺の道を、地と闇にまみれて進める。それが俺の道、俺が生きるということだ。死骸の研究を推し進めたニフルハイム帝国は魔導兵の量産に成功。その功績が認められ、アーデン・イズニアは宰相に就任しました。圧倒的な戦力により100年以上に及んだ戦争の均衡は破れ、ルシス王国は魔法障壁の縮小を余儀なくされました。ほどなく時の王モルスが逝去、若きレギスがその座を継ぎました。アーデンは死骸を世界に広め、人の記憶を奪い、ルシスに関する情報を集めました。いつしかとてつもない量の記憶を詰め込んだ彼は別人のように変わっていました。そしてついに復讐の時が来たのです。王都城周辺にいる方々は直ちに避難してください。突如王都城付近に炎をまとった巨大な生物が現れ、辺り一帯が炎に包まれています。映ってるかな、盛り上がってるところを悪いんだけど、ルシス王国の皆さん、本日をもってこの国は終焉を迎えます。因果応報、偽物の王と偽物の国は滅ぶ運命にある。
何者だ。特定できておりません。無能な国王と国民たち、せいぜい足掻くといい。だが敵であることに変わりはない。留守を頼む。これ以上好きにはさせん。さて始めようか。警護隊隊長の確認を果たし、第一警戒態勢発令。各隊は指示に従い、一体の緊張に当たれ。無線もらっておいてよかった。こりゃ便利だ。巨人の正体は分かったか。未確認ですが、おそらく死骸と思われます。死骸だと。死骸はなぜこの時間に現れる。とにかく避難を最優先にしろ。巨人は親衛隊に任せる。了解。遠慮しないで来いよ。警護隊はほぼ壊滅。対象を移動続けています。親衛隊が向かっている。それらでも止めたいてくれ。やっやっ。どうした、ビビってるのか。現在交戦中ですが、強い総員を送る。対象を止めろ。はっ、遅い遅い。すんな、遅いね。やっ、がっかりさせないでくれよ。あれ怖い。最初の警備隊員と交戦中、こいつは警備隊の動きじゃありません。何も。やっ、くらいなさい。ファイヤー。やっ、やっ、殺してみろよ。巨人の正体が判明。変身、変身フレート。まだ変身を操っているのはこの機体の一員のようですが、正体は一定増え。他も俺が特定を急い。騒ぎが起きているようだが、どうした。こっちは至って順調。作戦通り、魔法障壁の増幅装置を探し破壊していってくれ。了解。期待して待っててよ。さて、増幅装置の場所はどう。魔法障壁の増幅装置がある場所にマーカーをつけておいた。装置は建物の屋上にある。マーカーの場所まで行って装置を破壊してくれ。ああ、そっちもタイミング合わせて攻撃よろしく。じゃ、行ってみようか。上はどうか。
上から行くのかな。痛いぞー。
Just one, do a time.
だいぶ破壊したけど、どうかな。良い感じだ。もしかしたら外側からの攻撃で障壁を破れるかもしれん。攻撃を開始する。地球退却を。ああ、その前にやることがあるんだよね。ちょっと王様を殺してくるよ。何？作戦と違うぞ。まあいいじゃない、楽しく行こうよ。こちらは。そっちは予定通りでいい。しっかり軍を引きつけておいてよ。さあ、とソビニスの子を殺しな。状況はどうだ。芳しくない。敵は増幅装置を破壊して回っている。何者だ。正体は不明だ。おそらくかなりの手だれ。しかもイフリートを従えて。ええか、万が一に備えておけ。遅い遅い。
たり外れた。下は騒がしそうだね。
もう。Yeah.
遠慮しないで来いよ。足りないね。よっ、君の番だよ。死ねえ。痛いぞ。あれ怖い。よっ、ちょっとやることがあるんだ。そっちは任せる。
こんなでかい城を作ったんだ。高いところから見て支配者にでもなったつもり。さて王様に呼んでもらおうかね、我が弟の魂。ここで何をしている？ああ、あんたが王様か。警備隊のものではなさそうだな。目的は何だ？やっと会えた。武器召喚。お前一体？王家のものならよく知ってるんじゃない？はっ、畑読むか。さあ、ルシスの血は今日で終わりだ。アダギンとも言うなら、もう他にかけて封印する。チェラの血を引く。少しは楽しませてくれよ。遅いね。遅い遅い。スイッと。やっ。こっちだ。王様と戦えるなんて。やるね。やるね。踏み込みが足りんな。行け。この力を危険する。消さらねば。やれるもんならやってみなよ。ここか。ここか。隙だらけだ。どうして王様の力ってのはそんなもんなのか。王の力をなめるなよ。もらった。まさか。おしまい。痛いぞ。まだここからだ。ここが。ここか。セリッハッ。やっ。遅いね。どうだ。ほらほら。
だ終わりじゃないぞ。第一魔法障壁。なぜそれを。歴代の王の魂が宿ってるんだって。出してくれよ、その第一魔法障壁ってやつ。話したいんだよ、初代の王様とさ。出てこい、ソメルス。早く来ないとこいつが死ぬぞ。あれ、死んじゃった。しまった。ちょっとやりすぎたか。与えられた時確信した。死ぬ
はやはり消すべき存在であり、アニエは王になるべきではなかったと。全部ただの言い訳だ。罪を償え。ためだった。世界のためなら犠牲はつきものだと。ああそうだ、俺たちは使命に従い長きにわたり人を守ってきた。そうか、今ではお前たちの方が神の使徒か。許されるはずもないが、すまないことをした。はあ？どこまで独りよがりなんだお前は。ふざけるな。もう安らかに眠ってくれ。
殺されるためだけに生きているだと。それが神が与えた運命だというのか。いかに運命にあらがえば死ぬこともできず、永遠に闇の中で一人生き続けることを意味する。それでも運命にあらがうか。そんな力をくれと頼んだ覚えはない。俺は神のクグスにはならん。愚かな人が神に逆らうか。人だと？違う、化け物さ。俺は俺の道を生きる。血と闇にまみれようとも。つくづく死にや幻に用はない。エイラ、もう十分だ。神々も歴代の王も全て真の王のために尽力するだろう。運命に抗うなど無駄なこと。全ては導かれている。人がそうと気づかぬだけだ。人は神の庇護のもとで生きる以外の道などない。邪魔をするんだ。再び立ちはだかる。俺は生きているのか、死んでいるのか、それとも俺は認めん。王家も神も真の王も俺は生きる。闇を拾い、真の王を導き殺す。そして全てを絶望という闇で塗りつぶしてやる。Ha ha ha.
残念なお知らせです。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。
Thank you.